はい、いつもご視聴ありがとうございます。久しぶりにね、アリオ橋本さんに来たらですね、この名探偵コナンのね、これのなんかがあるのかな、わかんないですね、ちょっとねわからないけども、これですよ、あの怪盗キッドさんね、この人はね、もう私この人のばっかりね、もうね、2万回以上見てんのかな、結構見てますね、この人ね、同じやつをね、それでこの人がね、有名なね、名前なんでしたっけ名前な、あ、灰原さんですね、灰原さんね、で、鈴木園子さんいない、この人違いますよね、ちょっとよく分かってないんですけどもね、でもまあつけてるだけなんてまあでもね、つけてるね、相当たる時間はね、長いってね、多分ね、私より長くね、名探偵コナンつけてる人はいないって言ってね、やっぱりね、もうなんかね、YouTube ね、面白くなくてですね、もう見る人決まっちゃってるからね、あとなんかね、面白くないっていうかね、最近は小池東京都都知事さんの動画ばっかりで、そればっかり出てきますけどね、もうそれも別に見たくないしですね、あと何ですかね、まああの人あれだけ叩かれたらね、ちょっとねもうどうのすんのかなみたいなね、まあでもそれくらいのことをやってしまったんだからね、東京都のトップっつったらね、日本のトップですからね、ほぼね、そういうことですね。名探偵コナン、何でしたっけ、100万ドルの道しるべね、あの歌がね流れるんですよ、もうしょっちゅう流れてね、これだけね私より聴いてる人いないんですよ、私よりね名探偵コナンのあの歌ね聴いてる人いないんですよ。で、不思議なコード進行でですね、なかなかねすごいなと思いますね、やっぱね、プロっていうのはね、いろいろ考えるなっていうかね、だけどあの数秒間だけなんですよ、まあ、全体としては分かってないんで、どういう曲なのかですね、でもまあそこが出てくればね、ファンとしては嬉しいっていうかですね、そういうことですね、まあ名探偵コナンの曲もねいっぱいやったんですけどね、あの BGM とかね、 BGM もやったんで、あとねちょっとやっぱりねピアノだけじゃなくて難しいなっていうかね、ちょっと音取れないなとか不協和音とかね、いろいろあるんですよね、有名なジャズの先生とかねなさってますけどね、あのね、太陽に吠えるとかね、太陽に吠えるも太陽に吠えるのテーマ曲1曲しか弾いてないですけどもね、そういうことですね、はい、これからねストリートピアノね、ちょっと名探偵コナンねある楽譜ね、ちょっとやろうかな、ちょっとやろうかな、恐怖の弾き語りね、もういいかもしれないですね、まあね、まあはい、はい、まあでも、まあいいか、はい、ということで、はい、どうもありがとうございました。はい、失礼しました。